どうもお疲れ様です。2月に入りまして、本日は2月5日ですね。月が振り返りましたので、月足の方から相場解説をさせていただこうかと思います。この動画はですね、 FX オリガルヒの皆様には2月5日に公開してますけども、速稼塾の限定動画をご覧の方には2月6日月曜日に公開することになると思います。今月1週間を見ていくのと同時にですね、今月の月1ヶ月を見ていくのと同時に今週1週間を見ていこうかなと思いますけども、まあ、はっきり言って先のことが分かればね、苦労はしないんですよね。じゃあなんでこういうことを言うのかっていうと、やっぱりね、自分の脳を養うためなんですよ。分からないからといってほっとけばそれで分かるようになるかって言ったらそうはなりません。でも分からないなりにここがヒントなんじゃないかなっていうことを繰り返していくことによってね、少しずつ見えてくるものがあります。そこにかけていこうかなっていうのが投資ですからね。そもそも投資なんて先のことは誰にも分からないのに、その先のことを分かろうとしてるのが投資ですから、こんな矛盾なことはありません。ですんでね、時にモチベーションが落ちることってあると思うんですよ。でも私はこの世界で生きていくって決めましたんで、この投資に対する相場解説をやらないことがありません。で、続けていけばこれはプロになっていきます。なぜなら続けていけない人が大多数いるからなんですよ。でその継続の格差が、まあ、稼ぎの格差になると言ってもいいでしょうね。じゃあ皆さんもね、この動画をご覧になりましたら、今日が投資1日目だと思って、今日から何日連続でできるかなってことをトライしてみてください。ちなみに私はもう7年連続でやっておりますんで、できないことはないと思うんですよ。ちょっとたまにね、今みたいに喉が悪くなることがありますけどね。はい、部屋が乾燥してますんで、皆さんも十分ご注意ください。それでは月足の考察からです。先月、先々月、先々月と3ヶ月間ずっと陰線を作ってきました。こことこことここです。で、先月1ヶ月の陰線ってのは上下に引きを出して実体がほとんどない状態、つまり下落の勢いが止まって迷ってる状態ですね。そして反発するように今月は赤い陽線を出しつつあります。まだ全然確定しませんので何とも言えませんけども、この調子だと単月で上昇に向かうんではないかなっていうふうに考えることができます。この考え方っていうのは、実はね、前回までずっと下の方向に行くって言ったものと相反してるんですけども、なぜかっていうと、この1週間を過ごしてきたから考えが変わったわけなんですよね。自分の考えが違ったな、もしくは潮目が変わったからそれについていかないとと思ったら、今までの考え方を一気に捨て去って新しい考え方を構築することも大事になってきます。その意味でこの月足ってのは、自分の考えがね、月単位でどのように変化してきたかってことがよくわかる、すごくいい、指標になってますね。じゃあ次は1週間を見ていきましょうか。1週間を見ていくと、先ほど見た陽線で作られた1ヶ月が4つの分割に見えてくると思います。じゃあですね、直近の4週間あたりを見てみましょう。ここですね。そうすると強い陰線が大きくここに伸びてます。その後陽線が3本連続で出てますよね。これ赤三平と言いまして、これからも上昇が予測できる、そんなね、図になってます。ただ反対側を見てほしいんですよ。反対側を見た時に、じゃあね、ここに黒でいきましょうか。陰線が3本あるからサンバガラスになって下の方に下落していったかっていうと、そうはなってないんですよね。ずいぶん前のことなんですけども、覚えてらっしゃる方いると思います。通常でしたらサンバガラスで伸びてるはずのこれを、私は反転して上昇する N を書くというふうに申し上げて、その通りになったことを覚えてると思うんですが、それは下髭がそれを否定してるからなんですよ。通常のサンバガラスではなくて、上昇の途中の3つの陰線っていうのは単なる押し目と考えることができるんですよね。そうなると見てください、全部消しますけども、これどうでしょうか。戻り売りというふうに考えることはできませんか。こっちと違うのは、上髭もそこそこ長いのが出ているってことなんですよ。ですんで同じように語れはしないんですけども、全体的に見た時にヘッド&ショルダーが回復しつつあるんじゃないかなっていうふうな考えにも至るんですよ。さあ、そうなるとここで左右対称が作れることになりますんで、こっから下落が始まることも忘れてはいけないかなってことです。まあ、このようにいろんな根拠があって、じゃあ売りと買いのどっちの根拠の方が強いかなっていうのを探るために、さまざまな視点を見ていくわけなんですよね。じゃあ次はデイリーの方行きますよ。デイリーの方行きますと、チャンネルラインがぐーっと下がってきました。そしてある時を境に横ばいに入ったってことはもうお話してきましたよね。そして
米国雇用統計の1回一発で大きく上に突き抜けてレンジを超えてしまったんですよ。これを潮目の変わり目というふうに捉えることも当然できます。その考えを拭いされないまんま、結局はこれは下下げ圧力に負けて下の方に行くんではなかろうかっていうのも、先ほどの週足とか月足で絶対忘れちゃいけないことになりますよね。結局どっちになるのか、それはだからわからないわけなんですよ。わからないからこうやってさまざまな根拠を集めて決断に向かっていくわけですよね。ですんで忘れてほしくないのは、一つの根拠が見つかったからそれに依存するってことなんですよ。必ず一つの根拠に対して一つ以上の別の根拠が存在しますんで、どこまでもどこまでもそれを見つけていく、それがトレードのスキルになってきます。これはですね、基礎を覚えていくこととトレードを繰り返すことによって気づきを増やしていくことによって見つかっていきます。おそらく私が利益を上げ続けていってるのは気づきが増え続けているからなんだと思います。ですので私の相場解説を聞いてなるほどと思う点が多ければ多いほど、まだ勉強の余地が残るってことなんですよね。でそれを理解していくと利益っていうのは必ず上がってきます。で私のコンサルを受けてくださった方が今年で最後のコンサルの契約になります。思い返せば3年前、申し出を受けて100万円の年間コンサルを受けたところから始まったんですが、この方の年間の収入が2000万円を超えたのが去年のことだったんですよ。で今年はもう自力でやっていけそうなんで、最後にこの1年だけコンサルをお願いしますということで、なんと今回はねボーナス込みで300万でお支払いいただきました。これ私が申し出たわけじゃなくて、その方42歳の女性の方がそのように自分で決めて私の方に払ってくださったんですよね。でこれ何が言いたいかっていうと、トレードで気づきが増えれば増えるほど自力で稼げるんで、もう扱う金額が違ってくるってことなんですよ。一束100万みたいな感覚になるんですよね。でこの女性の方は42歳なんですけども、通常ロットを3ロットでやってるらしいです。ですんで1日のトレードでやっぱりね10万前後から30万50万前後でのプラスマイナスが出てると思うんですよ。当然そうなると毎日やらないっていうこともできますんで、半分は婚活に時間を使ってるそうですけどね。はい、余談を申し上げました。まあ婚活と同じで人生何が起こるかわからないってことなんですけどもね。はい、じゃあこの図を見ていただくとどうでしょうか。上に突き上げたものがありますけども、ここでね介入があったじゃないですかもう忘れてると思いますけどね、その介入と同じぐらいなんですよね。まあ介入ってこれ材料でしたね。これすいません間違えました、CPI の速報値ですね。でここで大きな製造物物価指数が出まして、大きな流れができましたけども、それと同じようにここに、大きな突き上げができてるんで、だから CPI が来ようと米国雇用調整が来ようとこのぐらいの金額が動くってことなんですよ。もちろん介入ってのはね随分前にありましたけども、介入も大きなクレバスを作りますんで、クレバスってのは谷底なんですけども、こういう風なね、まあ山ですけども谷も作りますからね、どっちに触れるか分からないわけですから、まあ、クレバスって言葉ちょっと使いましたけども、これは別にトレードの公用語ではありませんので、私のねオリジナルの感覚ですんで、たまに出ちゃった時はあこういう風な行って戻るなんだと思ってくださいね。行って戻る、これ行って戻る、心の中で私はクレバスって呼んでます。今回もクレバスという風に山を張る方法もありますけども、これテクニカルでも何でもないんで、私の方からこれをやりましょうってお話することはありません。ただしですよ、全部消しますよ。テクニカルの一つの考え方として、ここで反転するってことは大いにあります。もう分かりますよね。大きなここに抵抗体を作っていて、だからこそここも上を越えてないんですよ、ずっと。そして材料が入った時もここで跳ね返ったんですよね。今回材料ですからね、これテクニカルと言えなくもないんですけども、まあ私の雑談だと思って聞いてくださいね、ここはね。はい、これ以上は申しませんはい、じゃあ次、最後1時間を見ていきますか。はい、1時間で大きく突き上げたものがありますけども、こっからですね、週が明けて、他のね要因、実はねちょっとニュースが入ってきてるんですよ。気になるニュースです。これがどんなニュースかと言いますと、あちょっとお話ししない方がいいかな。アメリカがですね、中国の偵察用の気球を撃墜してるんですよ。ちょっとこれによってね、思いもかけないクレバスが起きるかもしれませんので、月曜日からの相場解説ちょっとね普段よりも難しいと思います。ですんでいつも月曜日はリスクが火水木に比べて高いから、いきなりエントリーやめてくださいねと、様子を見る月曜日にしましょうって言ってましたけども、この米国の
観測気球とされているものが軍事気球かもしれないんですよ。まあもちろんね、観測気球ってのは何のために観測するかっていうと、軍事的に有利にするためですから。こんなのがね、アメリカに中国からどんどん撃ち込まれてるわけですから、それアメリカ空軍も撃ち込む、これね、破壊しますよね。じゃあこれによってね、ちょっとね、ドルに少なくとも影響しますんで、ドルといえばドル円の取引ですから、もしかしたら別の動きができるかもしれません。ですんで、それがあるかないかを月曜日の午前中は確認するために使っていきましょう。その上で私は申し上げますけども、全体圧力の下方向に向かう、その材料、いわゆる根拠とね、上昇する根拠同時にあるわけじゃないですか。ですんでこれね、月曜日は夕方までしっかりと見ていくことが必要だと思います。私はでもね、私はですよ、セルの方にもうエントリー切ってますけどもね。まあそのことだけをちょっと雑談といえども、結局どうすりゃいいねんってお迷いの方に私の決断だけは申し上げておきます。ただし私はリスクが取れるからもうすでにセルの玉を打ってるだけであって、このリスクってのはね、ほとんどの方に取れないと思いますので、繰り返しますけども、月曜日はデモトレードか超少額でトライしてみてください。今回は荒れに荒れてます。米国のこのね、気球撃墜に対してどんな反応が市場で出るか、それは分かりません。今日曜日ですけども、今日こうしてる間にも何らかのね、潜在的な動きはあると思いますんでね。それでは今日の解説は以上です。長くなりましたけども、非常に重要なことをお話ししましたんで、できればね、もう一回聞いてみてください。それではお疲れ様です。